どうも、レウンゲーム TV です。本日、12月11日から、ついに雪が積もるようになったので、今回は、雪が積もって変わった、島の細かすぎる変化の数々を、まとめてみました。冒頭で、挨拶してくれる、しずえさん。後ろの窓を、よーく見ると、雪の日はちゃんと窓の縁に雪が積もっているという細かすぎる変化が。また家の窓も同じようにちゃんと雪が反映されるようになっています。ロード画面で出てくる島のイラスト、こちらも今日から雪バージョンのイラストに変更されているようです。島に生えている木の色合い、雪の有無だけでなく前日までと比べると葉っぱや幹の色も細かく変化しているのがわかります。さらにヤシの木も幹の色がかなり変わっていたり、それぞれの木がいろいろ変化しているようです。家や施設など島のそれぞれの建物にも今日から雪が積もっています。ちなみに初期状態のテントを島にそのまま置いておくと、テントに雪が積もっているちょっとレアな光景を見ることができます。島クリエイターで作ることができるさまざまな地面、この地面も雪が積もるようになるとこのように大幅に色が変わっているのがわかります。さらに砂浜の色や海の色も実は結構変化しているのがわかります。細かすぎる。雪が積もってから今まで雑草が生えていた場所に行ってみると、花が枯れて葉っぱだけになり、今までの季節の雑草とは大きく違った見た目になっています。島に設置している柵や低木にも雪が積もるようになっていますが、柵の形によってそれぞれ雪の積もり方や積もる場所が違うという細かい違いが。また橋も種類によって雪の積もり方が違っていて、階段や坂も同じようにそれぞれ違っています。以上、雪が積もって変わった島の細かすぎる変化集でした。明日は雪の日限定の隠れ小ネタ集を投稿します。